人気スマートフォン用ゲームアズールレーンアズレンに登場する赤木のフィギュアがコトブキヤから発売されることが18日分かった。加賀のフィギュアも発売予定でフィギュアはいずれも7分の1のスケールで立体化される。赤木のフィギュアは幕張メッセ千葉市美浜区で開催されたフィギュアなどの大型展示会ワンダーフェスティバル。 ワンフェス2018、冬でお披露目された。発売時期や、価格などの詳細は今後、発表される。アズールレーンは、衛星艦、プリンス・オブ・ウェールズや日本の駆逐艦、綾波ななど、美少女キャラに擬人化された艦艇が登場。最大6隻の艦隊を編成して、プレイヤーが操作をして、敵艦隊を倒す、というシューティング RPG。